Welcome everyone to Juno Switch Just Commentary. So you guys requested a video, I think it's an anime, and this one is called look, I can't find the title. Hold on, this one is called Gintama Toilet Fight for Paper Scene. That's a weird title for an anime. Of course, I'd like to thank you guys very much for requesting it. Of course, don't forget to subscribe to Juno Switch Just Commentary. Like us on Facebook, follow us on Twitter if you want me to react to video. Definitely leave a comment below and I'll try my best to react to it. Thank you very much. Let's go ahead. Come eat.神ペッパー。神ペッパー。誰よりも早く神を手に入れたものがこの勝負勝つ。おい、なんかいいのあったか。さて、どう出る。ないな。私もありませんね。彼らの作戦に私も乗ろうか。隙を見せ、食いついてきたところ。ねえ、これなんて使えんじゃねえ。貧乏祭様。これ、紙やすりあった。サンペッパー。紙やすりだと。ふざけんな。項目が血だらけになるわ。痛い。普段なら。しかしこの状況で紙やすりは抗菌剤と保湿成分を配合した高級ローション機種。スコッチに匹敵する代物に見える。超欲しい。ふざけんなよクソジジイ。んなもんでゴシゴシしたら血だらけになんだろうが。待て。スケヨロズヤ。惑わされるな。 やすりという言葉にごまかされるな。やすりといえども神という言葉がついてんだぞ。俺たちのどから手が出るほど欲しい神だと。いや違う、この男、神やすりを欲しているのを私たちに感づかれたよう芝居を打っている。そうか。普通はまだ敵の支柱。これを擦れば弱みにつけ込まれる。奴はそれを巧妙に隠し、あえて拒絶することでジジイの神やすりへの興味をそぎ、その上で俺を手に入れるつもりだ。あいつ 俺たちのスーテ先までも見据えてやがる。俺はこんなとてつもない男をいつも敵に回していたのか。いや、だが今日の奴は俺の味方。これほど頼れる味方はいない。そうと決まれば俺も稼いだ。なはん。ふざけんな、クソ寿司。神やすり。てめえはまずその矢すりで脳みそ磨け。させるか。貧乏祭様、私たちの探しているのは神です。 そんなものはクソの役にも立ちません。さっさと便所に流しなさい。そしてあなたも流れなさい。なんじゃ。この状況で神やすりは保湿成分配合したローション、ティッシュ、スコッチに匹敵する代物じゃろうが。スコッチ、思い上がりも甚だしいですよ。神という言葉に惑わされるな。下にやすりでついてんだろうが、クソじじい。おいおい、言い過ぎだろ、てめえら。まあ、なんか使い道があるかもしれねえよ。実際、ちょっと見せてみ。<笑> ずずずずずんでれだと。いいから見せてみなさいよ。もうこれまでの寸から一転してのデレ。打ちのめされたところにこの優しい言葉をかけられたのではヤクセンレンバの脅迫で落ちる。バカな。ここに来てそんな技が。バカ、この男。その通り、この男は全て計算していたんだよ。 俺たちが奴の作戦を読み取り、それをまね、ジジイを攻め立てるまで全て先を見し、それを利用したのさ。バカな。それでは私はこの男の手のひらでもてあそばれていたというのか。よし。まさか、トイレタイミング。それ、あれ、よっと。お、さながら、釈迦の手のひらで赤く青天体制のごとく。 なんということ。格が違いすぎる。マケだ。私たちの乾杯。ヤスリ。お、ヤスリだ。これで4人全員行き渡ったな。何？どういうつもりだ。ジジ、ヨロズヤ、お前ら本当に協力する。ヤスリの目が思っていた3倍やない。しかも両面。こんなもので拭いたら本当にケツの皮がずり抜けるぞ。 いよいよとなったらこれで服しかあるまい。まあおすすめはせんがんの。ゾリゾリ。嘘。嘘だよね。まさか。あのジジイ。吹いている。間違いない。このヤスリで吹いている。バカ。血毛の食いを俺で吸い。恐れおののく代物だと。千人。遥か東方の地で焼けた砂にケツをつけては放ち、 つけては話を繰り返してきた。血毛千人だとでも言うのか。貧乏祭様は考えましたな。これは全て敵に心理的圧迫を与えるための策。
髪も何もない状況でこれを見せれば自然吹くか否か自らを追い込む。冷静な判断を失えばこちらの思うツボ。いいよじいさん。あれこれすげえな。嘘、もんのすげえ荒いじゃん。嘘だよね。聞くわ。まさか浮いている浮いてないよね。吹くわけないよ。いや、やっぱ吹いてるよ。これ吹いちゃってるってバカな。こんなもので尻を吹けば二度と座れなくなるぞ。伯爵。 What is that? 遥か西方の地、熱々のソーセージで尻を叩かれ続けた。月下伯爵だとでも言うのか。どうすんのこれ、吹くの、吹かなきゃダメなの、吹く感じになってんの。無理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 だってこれ。バンジーでもスカイダイビングでもしますからこれだけは。 やっぱバンジー無理だが、吹かなければやられる。勝つためには、あの人のために勝つためには。おたいさん、俺はおたいさんの笑顔がもう一度見たくてやってきた。そのためなら私は若を守るためなら、若の志を守るためなら、何だろうとする覚悟があります。これ髪じゃねえか。いや待て待て、お前はおたいさんの顔でケツを拭くというのか。そういうこと。いや、ある種興奮するけどもできない、ガセもできない。私は若のなら顔面で受け止めることはできます。しかし若の顔でできない、やすりもできない。おたいさんやすり、若いやすり、おたいさんやすり、若いやすり、おたいさんやすり、若いやすり、おたいさんやすり、若いやすり。レリンマイ、私の役目は若と若の志を守ること。若を勝利に導くためにと無礼を働きましたが、結局私は弱かっただけのようです。しかし次の時は、いや、やっぱヤスリは無理。おたいさん、すいません。おたいさんの笑顔をこの目で見ようとここまで来ましたが、ここまでのようです。俺ってやつはバカ。わルフィル、 What did I just watch there? Nah. That was the weirdest anime I've ever seen, yo. Not like I've watched a lot, but that was very weird. So they did use this on people then. Oh gosh. Thank you very much for requesting this video. Like us on Facebook. Follow us on Twitter if you have a video active video. Leave a comment below. Thank you very much. Bye guys. Every man to himself, your life is yours and no one else's. At the end, you've either done it right or you've wasted the night. Do it right, life is sacrifice. So be wise, play your cards right. Mistakes may happen, but it is alright. Cause we'll be learning for the rest of our lives. This is Sense Production. To all the people who hurt you, use you, then turn around and desert you. Let them know your plans and they try to reverse you. Look here, these people ain't got no virtue. They be tripping and flipping and this and all that you do. Don't be tripping of them, cause they be jealous of you. They be wishing they could walk in your shoes. Cinema. It's what the world is made of. They can't reach your level, so they try to bring you down to where they are. But you are strong, so you hold on to the
the top where you know that you belong. What you want, you gotta do it yourself. Every man to himself. Your life is yours and no one else's. At the end, you've either done it right or you wasted your life.